騒音計は、音の客観的な物理的性質を数値化する装置。周音用のマイクロフォンを搭載する。この装置によって算出された数値を騒音レベルという。人の聴感特性を考慮した、周波数重み付け特性 A が適用されていて、通常は DB の単位で表す。騒音計は、日本国内では、軽量法や JISC1509。 国際的には IEC61672 で規格が定められている。また、透過騒音レベルの測定方法について、日本国内では JISZ8731 で定められているなど、検査、測定については他にも規定が存在する。計量法で法定計量器として規定した時の区分で使われ、性能、規格により大きく2種類に分けられる。 かつては JIS でも、この区分があったが、2005年に統合された JISC1509 から1では記述は削除され、計量法にのみ記述が残るようになった。これには次のような背景が影響している。JIS は IEC 規格と整合を取るなどの目的で数回にわたり、改正が繰り返された。一方、計量法では71条で検査に関する規定が設けられており、 具体的には特定計量危検査規則によっているが、この規則は制定当時の規定内容を大きく変更することなく改正されてきたため、当初は JIS と同じ水準にあったものが両者に差がついてきた。2010年現在では検定検査規則は JIS の一部の性能について規定するに過ぎなくなっている。したがって JIS に適合する騒音計は 基本的に検定検査規則にも合格することができ、さらに輸出対応などの関係もあって、日本市場に流通する騒音系は実にも、軽量法にも適合している。日本で運用されている下記のマニュアルで、騒音系をいくつかのタイプに区分し、使用を認めている。例えば、航空機騒音測定、評価マニュアルでは次の3タイプに区分し、実用的には、I 型と、 通型を使用している。航空機騒音系航空機騒音の測定では、固定式の大型のタイプも使用されている。これらは、飛行場周辺に設置されており、性能の良いものは、複数のマイクロフォンを持っており、音源の位置判定能力が、精細化している。さらに高い性能を持つ機種では、プロペラ機とジェット機の識別、飛行機材の判定能力などがある。 測定の注意点としては建造物による反射の影響を除去することなどが挙げられ、位置選定の際に考慮されている。最も高価な機材の場合、測定箇所に応じた事前データ収集を必要とし、その場所での識別能力に特化しているものもある。こうした固定式の騒音計は他の検知装置や集計用システムに連接されて運用されている。 鉄道用などと違い、無人測定も許容されている。騒音計を使用して、調査業務を受け負う企業の一つ、PCE のリーフレットによれば、環境調査により計測が依頼された場合、調査地点の決定などに1から2週間程度を要するとされている。騒音計は次の特性を持つ。通常、騒音を測るのに使われるのは、人の長官特性を考慮した。 周波数重み付け特性 A である。音圧はセーフに振動するので、マイクロフォンから得られる信号は、交流信号である。これを騒音レベルにするには、時間重み特性をかける。道路交通騒音では、時間重み特性 F を使う。例えば、同じ自動車の騒音を測っても、時間重み特性によって、レベルの変化は異なり、結果、 最大のレベルは異なるので注意が必要である。日本では騒音測定に際して一定の手順、機能を要求するためのマニュアルが各省庁で作成されていることがある。使用して良い騒音計についてもその中で規定されている。これらの廃止は JISC1509 の制定によるもの。JISC1509 の特徴は 全磁両立性に関する記述が規定されたことにある。山田一郎、航空機騒音の測定と評価、騒音制御ボリューム34ーワン2010ありがとうございます。